両元一は中華人民共和国領年賞朝日市に位置する研究士。氏名は大の下川の水源であることに由来する。県平県との境界付近には、紀元前4000年から3000年の鉱山文化後期の遺跡である牛川両遺跡が一致している。戦国時代は、円の右北平軍に属し、その後心、全館に寄り添いが下げされた。 五冠になると、両元は右岸、後に、戦費の勢力地となった。新大以降は、戦費防用士の勢力下に置かれ、前縁が、その後府県により、前身がこの地に建国された。北儀、北征は、英州、建徳軍、随大になると、両政軍、東大には、英州流城の管轄とされた。両大が成立すると1七年に大丈夫、二暦二かず集 現代には大ネーロは州県とされた。秋代は英州英の管轄地とされたが開発されることなく放置されていたが、1740年に成長により、聖徳府の下に東湖工場が設置され、本格的な開発が進められた。1778年には県証県と改変している。中華民国が成立すると1914年1月に東古県 さらに8月には、両原権と解消された。1991年12月21日に、研究士に昇格し、両原一と改変され現在に至る。八海道弁辞書、十六鎮、五教、一民族教を管轄する。ありがとうございます。